おい、お前。ああ、悪い。フォージのやつかと思ったが、やけどがないな。やつらの一団が古い製鉄所を乗っ取った。誰かで構わず見つけ次第撃つ連中だ。フォージとは？出来損ないのレイダー集団だ。炎と金属にぞっこんなんだよ。不出来の息子ジェイクは真夜中に抜け出して奴らに加わった。祖父の古い剣をひったくって家宝に一番近いものだ。本当にミニッツメンの一員で力になってくれるのなら、そうだな、剣が戻ってきたら本当に嬉しい。息子のジェイクは何が起きたか気にならないのか？息子をレイダーに育てた覚えはない。俺に言わせれば息子は死んだも同然だ。探そう。無理を聞いてくれるなんて。できる限りの埋め合わせはしよう。コーニメ、生命に対抗する。ここはとても暴力的な場所です。まだ元気でしょうか？なんでもない。そんな風に攻撃力隠れているのか？もうお前は終わりだ。なんでいつもやり返してくるんだ。走れ、奴らを。やった。最高。
最近全てが足を助けてくれ。逃げようとしたら殺せ。ここまで来るなんてお前もやるな。突っかかってくるレイダーの集団なんて大したことない。ほとんどの奴らはそもそもフォージにふさわしくないしな。見ろジェイク、お前と違って価値のある奴だ。でもされる。でも頼まれたものはみんな持ってきた。自分の家族から盗むことで強さが証明できると思うか。まあ、お前が持ってきたこの剣に免じて自分の価値を証明する最後のチャンスを与えてやってもいい。捕虜を殺して能なしじゃないことを証明し、連邦の外で襲撃をすると言ったろ。この人たちは脅威でも何でもない。殺せることを証明しろ。奴が死ぬかお前かだ。そんな、どうしよう。どうすればいい。家族はどうなる。これはアブラハムが望んだことか。頼む、解放してくれ。嫌われてるのは知ってた。言われて探しに来たの。二人の間に何があった。ただ、わからない。期待に応えて生きるなんて絶対できそうにない。家族は不要だ。お前を弱くす。本当に探すように言われてきたの。ああ、頑固者だけど帰ってきてほしいようだ。その通りだ。王子に加わりたくはない。家に帰りたいだけだ。最後のチャンスジェイ。犯罪者たちは重傷しています。数える前に僕のために死ぬな。本当にありがとう。ありがとう。待て、悪かったよ。しくじった。パニクったんだ。それはそうとして、奴らと一体何をしていた。ただ、連邦の外で襲撃をすると思っていた。参加すれば家族を養えると。わからない。パパは正しかった。本当にバカだ。多分家に帰って償いをするべきなんだ。頼める立場じゃないのは知っているけど、説明するのに協力してくれたらパパもほどほどにしてくれると思う。ひいじいさんの剣を持ち帰ったらお礼をするはず。いつもフェアな取引をしようとするから。ファーム近くの陸橋脇で待ってる。最後、すごい。必要ですか？交換はいいことです。
や、ジェイク。緊張で吐きそうだ。無駄だ。何？言っただろう。また面見せたら。何が起きてるの？ジェイクが戻ってきたの？何？ジェイクが帰ってきた？ああ、よかった。パパ、お願いだよ。めちゃくちゃにしたのは分かってる。奴らに参加したら、ファームを襲われないようにできると思ったんだ。誰も傷つけたくなかった。何を思ったかなんて関係ない。言ったろ。アブラハム・フランシス・フィンチ、もう十分だわ。ママ、それが。黙りなさい、ジェイク。いい加減にしないと二人ともジャガイモの皮むきをさせるわよ。昔から二人の喧嘩を見てきたけど、自分たちで解決しようとは思わないの？アブラハム、あなたの息子は一人前になったわ。そろそろ子供扱いはやめなさい。ジェイク、パパとママは外に行ったことがあるから危ないって知ってるの。だからあなたのことが心配で。よしよし、もうおしまい。でもまた始めたら分かってるわね。やあ、アブラハム。妻が正しい。自分がバカだった。感謝してもしきれない。約束のキャップだ。息子を手伝ってくれた分、少し上乗せて。その剣は持ち続けるべきだ。人助けに振るわれたと知れば、祖父は喜ぶだろう。助けに来てくれたなら嬉しいが。ああ、助けに来たぞ。何が起きた？スーパーミュータントが数日前にやってきた。数は少なかったが、撃退するまでにかなりの被害を受けてしまった。誰も殺されなかったのは奇跡だ。でも奴らはまた戻ってくるぞ。今度は増援部隊を連れてくるはずだ。ひとまず何とか撃退したが、守りを固めるのに力を貸してくれないか。何でもいいから頼む。信じられない。勝ったぞ。自分たちだけじゃこんなことは無理だった。ミニツメンが助けに来てくれたことを決して忘れないよ。
知らせだ。フィンチファームがミニッツメンに加入した。よし、わかった。そう来なくては、他が回ってきた。どうなるかわかるだろう。いつもとは少し違う話がある。警察隊が新しい居住地にできそうな場所を発見した。安全を確保したら無線装置で住民たちに知らせてくれ。あっという間に不毛の地が豊かなファームになるだろう。連邦を取り戻す日が一歩ずつ近づいている。